藤井一強時代が終わったのかを議論するネット民の反応。第9期叡王戦5番勝負第3局は後手の伊藤七段が藤井叡王を破り、シリーズ対戦成績を2勝1敗とし、タイトル初奪取にあと1勝とした。藤井一強時代もそろそろ終わるんじゃないのか？これからは糸田区、藤井、藤本の3強に今の奨励会の若手が加わってタイトル争いしそう。実際取られたらあまりにも短い全冠制覇になるがどうなることやら。別に短くなくてくさ。歯の矯正のせいか？彼女ができたに一票。逆に糸田区に彼女ができて、藤井より精神的余裕ができたのかもしれん。羽生善は疾患もっと早かったからね。この後八冠復帰が一度もなかったり、最終的に羽生の99期にちょい届かなかったとしても史上最強であることに変わりはないかと。叡王戦は最も奪取される可能性が高い棋戦ではある。豊島もフルセットだったしな。これであと何十年かは全冠はいなくなるんかな。角換わりばっかでつまらん。まあそれはわかる。藤井が史上最強なのは全く異論ないが面白さなら羽生だな。和武さんの将棋がなんで見てて面白かったのかというと、やっぱ時代に合わせた戦法使うからなのかな。藤井システム全盛期はシステム使って相手撲殺してたし。もう AI 時代だからなぁ、しょうがないよ。まあ終わってはいないが、ここんところ一時の無双状態ではなくなってるな。勝つ時もいわゆる藤井曲線での干渉ではなく、劣勢からのギリギリの逆転勝利も増えてきてる。直近の勝ち負けだけで全てを語る将棋民本と好き。羽生さんが何回終わったか、知っている人いる？羽生四冠が不調で渡辺三冠史上最強という時代が懐かしい。絶不調の藤井七冠と実質最強の伊藤叡王という時代になるかもな。ただまあこれで手負いの藤井くんが最終形態を残しているのか、それともあっさりドローを割るのかで進化を問われるな。藤井八冠、平常運転、藤井七冠、衰えた、藤井六冠、著しい衰え、引退も近い、藤井五冠、引退不可避の衰え。くさ、でも今から藤井がタイトル半分取られるのは想像つかんな。5年は八冠独占が続くと思ってた。藤井の八冠は10年以上続くみたいな持ち上げ方をしていた人が結構いたからな。藤井が一つでもタイトル落としたら思ったより短かったなと思ってしまう人は出てくるだろうね。藤井が20代の間は藤井時代が続くだろうが、伊藤や藤本がちょくちょくタイトルを取っていくとは思う。伊藤はいずれは羽生にとっての森内的な立場になるけど、今はまだタイトルは無理だね。今回は藤井が防衛するよ。一方で、藤井が八冠取れたのは藤井が強いんじゃなくて、周りに強い若手がいないからだというのが明らかになったシリーズではある。強い人が出てくれば藤井も普通に負ける。当たり前の話。伊藤匠はすでに藤井にタイトル戦で2回敗退してるし、強い奴が出てきたから勝てなくなったってのは違うな。数をこなせば永瀬や好調な豊島でも藤井には勝てる。この二人は王座戦と叡王戦で藤井に勝っていてもおかしくなかった。そもそも藤井の一日制のタイトルはそこまで圧倒的な強さはない。一日制に限れば羽生の方が上かもしれない。ウキウキになるの早すぎだろ。まだ五分ってところだと思ってるわ。仮に伊藤匠がダッシュできても直接の対戦成績は3勝11敗で、タイトル戦番勝負の成績もここ半年で1勝2敗になるし、藤井時代を終わらせるのは伊藤では厳しい。藤本に頑張ってもらわないといけない。タイトル戦21連覇中だから、確率的にはここら辺が負け時だったというのはあるかも。まだ負けてないけど、叡王戦以外の対局を見ればまだ藤井の方が終盤力は上だと断言できるよ。間近の竜王戦や棋王戦の戦いでも際どいねじり合いは何度もあった。ただ名人戦も含めて最近の藤井がやや不安定になっている感は否めない。今までも一日制で危なかったことは何度かあるし、冷静に見るとそれほど圧倒的ではないことがわかるよ。特に叡王戦の藤井は豊島相手にフルセット、菅井相手にも3勝1敗ではあったが、そのうちの1局は危なかった。やはり持ち時間の少なさが明確に響いてる。そもそも叡王戦負けても22回目のタイトル戦で初めて敗退だし、大山、中原、羽生ですらここまで勝ち続けたことはない。これでも強すぎるくらいだろ。10年くらい前は羽生は衰えた、20年連続20回目ってやってたな。羽生も25歳が全盛期で30代40代の頃は確実に衰えてはいたよ。BT ってある意味男のタイトルの一つだよな。俺なんか防衛続きで衛星難ループもしてる。野球の大谷も水原事件あったシーズン最初は全く打てなかった。
でも水原が罪認めて身柄拘束されたら撃てるようになった。4局目まで時間は空くから疲労やメンタル回復すれば防衛いけるだろう。藤井の時代は終わった。負けても7冠。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。